今回はずっと前から気になっていた焼肉店をご紹介いたします。倉敷市平田にある焼肉ホルム武田というお店なんですよね。ちょっとこちら皆さんにぜひとも紹介したいものがいっぱいあるんですよね。最後までよろしくお願いいたします。というわけでね、今日は倉敷に来ました。地元のね、中庄から結構ね、近くにあるこの焼肉店にちょっと今日行ってみようかなと思います。なんかめちゃめちゃ安いネタがあるということで、ちょっと行ってみましょう。今回は倉敷市平田にある焼肉ホルモン武田さんにお邪魔しました。こちらのお店は安くてうまい、笑って元気になれるホルモン酒場ということですね。焼肉一筋20年の肉マイスターによって厳選された肉を提供しているということです。いや、特にまあ、はい、まあ、あとはタッチパネルでやりますんで、すみません、ありがとうございます。はい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 。わかりました。ありがとうございます。はい。というわけで、撮影許可いただきました。ね、結構初めてなんですけど、なんか結構見やすい感じでいろいろとネタがあります。で、まあ、一人焼肉ねできるような感じでございます。普通に席もあって、はい、ここにあるのはまあおしぼり、トング、ハサミで、レモンサワー専用のね、ひねりがあります。で、ここにホルモンのタレとか漬けダレがあります。セレクトしていきましょう。もう普通にこういけるんですね。ああ、なるほど。レモンサワー飲み放題、60分500円。もうほんまにサワー系のね機械があります。どの席もね同じような感じで、ね、気合の入れよう。ちょっとね、今日お酒が飲めないのがちょっとあれですけども、まず長い炭治を、はい、これ一つで、どうしようかな。じゃ、これホルモン白ミックスね。タレハラミ、あ、
いいですね。これ結構いいな。これしとこう。白だれ。千枚刺し。ナイス、特大。まあ、こういう感じです。そう、サービスは。はい、じゃあ。もうちょっと。こんな本にしとこうかな。はい、これ、こっちがね、長いコリコリ豚だ。380円。はい、ありがとうございます。で、こちらが、武田カルビです。480円でございます。こっちが、ハランチで380円です。こちらが白身塩で480円。ホルモンですね。ホルモンがいろいろ入ってます。で、こっちが特大のご飯です。こっちが380円。なんと特別サービスで和牛の切り落としをサービスしてくれました。いや、ありがたいですね。これメニューにね、あるんでしょうね。すごいな、これ。じゃあね、最初にこの武田カルビを焼いていこうかなと思います。お店の名前が武田という名前なんで、そっからだと思います。こんな感じです。結構ね、分厚いです。じゃあ焼いていきましょう。ホルモン用のタレとこのつけダレですね。まあ、間違いないこのつけダレで。あ、柔らかいですね。うん、しつこくないタレなんで、お肉が美味しさがね、増しますね、これ。あ、いいですね、これ。いい感じで脂が乗って。いただきます。うん、柔らかいです。そこに
ご飯の硬さもちょうどいいです。柔らかすぎず硬すぎず、じゃあいただきます、ね、噛み応えがありますね。なんか噛めば噛むほど旨味が、うん、そんなに脂分もなくてちょっとなんか大人な肉というかね、そんな感じです。ちょっと肉が締まってて、どちらかというとなんかまあなんかなんだろうな、なんかあんまし脂っこくないんで食べやすいですね。はい、ありがとうございます。パンを焼いていきましょう。
ですよ。わかりますか。ちょっとレモン汁につけていただきます。酒のハイボールが飲みたい。レモンサワーとか、うん、ちょうどいいね、薄さ加減なんですよ。結構ね、380円のやつはお酒の当てに近いような感じかなって思います。うん、ちょっと焼いてみます。白ミックス480円いきます。タンですね。タンじゃない、これはあのホルモンですね。本当にあのお酒のつまみのようなサイズでございます。だからね、お酒のつまみ、まあ、一口サイズ、まあ、ちっちゃいお子さんとかもね、ちょうどいいのかなと。まだあとは、ね、先輩の方とか。いただきます。これもこれ専用の漬けダレあります。味噌ダレですね。ちょっとドロッとした感じです。あ、うん、あ、これはこれで美味しいです。なんかね、味噌ダレの味噌感が強いですね。なんか。なんかこれはこれでいいと思います。うん、味噌の味がしっかりしてます。いただきます。うまっ。うん、で最後になります。こちらですね、和牛のスライスかな。和牛切り落としです。これお店のねご厚意でいただきました。680円でございます。常温なのかね、常温でもね、なんかちょっと溶けてるんですよね、油が溶け始めてるんですよね。ちょっと出がはみ出してますね。うわー、え、すごい。いや、すごいわ。
お口に優しいですね。口の中で溶けます。これはもうすでにね、常温の状態でも溶けてるんですけど、さらに溶けます。あー、なるほど。あ、じゃあいいですか。あ、わかりました。あ、じゃあお願い。はい、はい、すいません。ああ、慣れてますね。いやいや、初めて。初めてですか。僕がセンスなかったです。ごめんなさい。ありがとうございます。いえいえ。あ、ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。これ無料でございます。お会計は席でやる感じになります。はい、あ、すいません、ありがとうございました。 あ、もうお会計終わりました。すいません、もういろいろご協力いただいて失礼します。ありがとうございました。はい、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、ごちそうさまでした。いやね、すごい良かったですね。というわけで、ね、ご視聴ありがとうございました。今回は、焼肉ホルモン武田さんというねとこに来ました。でもね、ここ売りはね、蛇口からレモンサワーが出てくるのかならしいです。からし、あ、蛇口からレモンサワーね。まあ、中四国だったのかな、ちょっと詳しいことは分からないんですけども、まあ、その他にね、綿菓子のが食えるっていうねことで、まあ、そのお酒好きの人から、まあ、子供さんですね、まあ、ほんまに子供さんが多かったですね。だから、まあ、全体的にはね、もう普通に誰でも来れるようなね、そんな雰囲気の焼肉屋さんです。で、店員さんもね、結構ね、なんだろうな、なんか結構冗談通じそうなね、なんかすごいノリのいい方が多くいて、なんかちょっとハキハキしてるようなね、ほんまに若者の活気があるお店でございました。ぜひね、行ってみてください。なんか店長さんかな、女性の方でございました。だからね、なんかほんまに女性だけでも行けたりするのかもしれません。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。